マダユギアンケートマージャン遊戯王のゴールデンウィーク特別企画で7日間連続アンケートとしまして、マージャン遊戯王ユーザーが選ぶ29分の1と題したツイッター上で M リーガーの方を対象にした7つのアンケートを視聴者の皆さんに答えていただきました。その結果がですね、本日も出ましたので、星野さんと生きさんと一緒に結果を見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、ということでですね、たくさん皆さんにアンケートしていただきました。この企画今回が最後となりまして、なるほど、はい、今回ですね、前回の上司にしたい、M リーガーというのは、一緒にですね、上司にしたい、部下にしたい M リーガーはっていうアンケートだったんですけども、ちょっとボリュームが大きかったので分けました、ということで本日は部下にしたい M リーガーはというアンケートになります。なるほど、はい、まあ、前回はですね、上司にしたい M リーガーはということで、優しくも厳しいであるとか、やっぱメリハリがあって頼れるっていうところがメインだった気がするんですけれども、部下となるとさあどういった方になってくるのかという感じですよね。細野さんと石さんに誰が部下だったらいいかなっていうのをちょっと考えていただきたいと思います。まあ、仕事できる部下で選ぶか、はい、なんかこうなんですか、寄り添ってくれる部下を選ぶか、はい、なんか似たくな感じしますね。そうですね、癒しの部下癒しの部下ね、はい、松本さんとかなんかすごいこう、うんうん、愛されキャラというか後輩キャラみたいなところあるじゃないですか。後輩キャラっていうところが、なるほど、重要になってくるかもしれないですね、うん、なるほど、なるほど。僕はね、はい、茅森かな。おー、茅森さん、茅森プロかな、はい、言葉は少ないけど、はい、なんか言ったら喜んでやるって感じじゃないけど、スッとやってるみたいな。あれお願いっつったら、はいみたいな感じで、なんかやる気ねえなと思うんだけど、はい、すげえ成果を持ってくるみたいな。できんなこいつみたいな。でさっと別に、ああ別に、はい、別にあれですみたいな。もう本当にあの、天才肌の人みたいな感じですよね。なるほどなるほど。でこいつが乗り気じゃない時は、はい、いい企画じゃねえんだな。うん、そうですね、部下に聞いてその部下がピンときてなかったらやめようっていう、その判断基準になるのいいですね。茅森どうだっつって、はい、分かりましたっつったら、はい、ああ、 まあ、いい企画なんだなみたいな。そう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 、なるほど、まあ、確かに女性の方がなんか確かになんかいろいろこう持ってない、自分に持ってない視点とか持ってますしね、うんうんうん、なんか一緒にいて楽しいのは村上さんなんだけど、はい、部下で、はい、いじって飲み行ったらいじって村上みたいな。また村上かみたいな。面白そうですね、誰解放してやれみたいな。すいませんって言いながら、今入ってるから解放してやれみたいな、トイレから出てこねえから、次の日すぐ LINE で謝罪が来るから、そうそうそう、嘘つかなそうだし、なんかすごい楽しいんだけど、やっぱ女の人の方が優秀だから、実際仕事するってなったら僕女性選びますね。そうですね、そのクールビューティー、もしくはクールでこのクレバーな感じの女性社員っていうのが、まあ部下としていいと。なるほど、そんなようなアンケートが反映されているのか、ちょっと見てみましょう、うん、ということで今回の部下にしたい M リーガーは第3位から発表していきたいと思います、うん、では参りましょう。第3位に輝いた部下にしたい M リーガーはこちらの方、高宮真理プロです。なるほど、高宮真理プロが見事ですね、3位に輝きました。会社行くのが楽しくなりそう。自分が頑張れそうみたいな、これがね、もうアンケートに見事に反映されてます。はい、さまざまなコメントが、まず一日中眺めていたい。仕事になんねえよこれ。マジで。いてくれれば幸せだから。何かを期待する。可愛いとですね、コメントが、まあ、たくさん、こういったコメントがまずあります。はい、ただこれだけじゃありませんよ。自分に厳しくとことんまで努力する姿を近くで見たい。可愛い。あとは思う存分戦ってほしい。真面目で向上心があるので育てがいがありそう、うん、という、うん、やっぱりあの攻撃力が高い M リーガーに選ばれるだけある、やっぱその闘争心ですかね、スピリットを買っている方も多いですね、うん、はい、なんか実際裏方やりたいって言ってましたもんね。確かに ゲストに来られた時に、ね、言われてましたよね。そう、だからそっちの、はい、経営じゃないけどそっちの方に、ね、興味があるって言ってましたもんね、うん、って言われてました、はい、うん、ということで、まあ、内にを見ても外を見ても、うん、はい、評価の高い高宮プロがまず第3位に輝きました、はい、ちなみに高宮プロの投票率は 7.4% です、うん、そんな高くないですね。そんな高くないね。それだけ結構団子だったというか、そうみたいなね、はい、置いときたいよね。あ、もういてくれれば普通にいてほしいよね。まあまあまあ、その、まあ、確かにその、ね、イキさんの言われていた、うん、行くのが楽しくなるっていうのは正解ですよね、うん、仕事やっぱ楽しくないとね、そうですね、続かないですもんね。うん、
めちゃくちゃ遅刻すると思うけどまたマリさん来てないなみたいなでも許しちゃうしょうがないな同僚の女の子からってめっちゃ嫌われるやつ、うん、昼頃に来てね今日は早かったねなんてね、うん、そうそうそう可能性もあります、うん、高宮プロがそうかどうか分かりませんけどね、うん、はい。さあということで第3位は高宮プロでございました。じゃ続いて第2位を発表したいと思います。部下にしたい M リーガーは第2位はこちらの方、松本義弘プロです。おめでとうございます。おお、はい、2位か、うん、2位でございますね。イキさんがおっしゃられていたその後輩肩着の、ね、タイプの方っていう感じ で、まずコメントできるのはその通り後輩力がやばそう、うん、ただそれ以外にもですね、礼儀正しくて真面目、礼儀正しく仕事もきちんとやってくれそうだからというその礼儀正しい、やっぱ元体育会系っていうのもありますから礼儀正しい一面もすごく変われてる感じがありますね。絶対に裏切らなさそう、うん、先輩を立てつつ自分の意見はちゃんと言う、でかい仕事でも一緒にやっていけそう、うん、やっぱり気がつくいい後輩だなっていうところからこういうイメージがあるかもしれないですね、まあ、つまり追い抜きますよすぐに上部下にしたら、はい、追い抜きます。あれ、うん、気づいたら出世してるぞ、うん、そうそうそうもしくは起業しちゃってる、やめて。あ、なるほど、うん、はい、あいつ今頃何してんのかなって言ったらもう大きくなっちゃってる、うん、そうそうそう、もう人の、ね、下にはつかない、うん、そうやって気を配れる人はね、うん、どんどん出世してね、うんうん、間違いない。そうそうそう、逆に人を従える立場になるからなるほど、見てきたいっぱいそういう人確かにありますね、うん、有能すぎるから、うん、ね、そうそうそう、そう来てますね、うん、松本プロは部下にしたいけど部下にしたら追い抜かれちゃうよって警告ね、気をつけてねっていうことですね、応援した人たちに警告ねダメだぞ、一緒に伸びていかなきゃダメだぞっていうことでございます。ただまあさすがのポテンシャル松本プロ第2位、投票率は 21.2% でございました、うん、ここに適当にバンと跳ねましたが、うん、それ以上の1位がいます。ではその1位を発表いたしましょう。さあ高宮プロのように会社にいてほしいタイプなのか、松本プロのように後輩感がある有能なタイプなのか、どちらなのか。1位はこちらの方、部下にしたい M リーガーは丸山加奈子プロです。なるほど、おお1位に輝きました、はい、丸山さん、なるほどね、なるほどね、うん、漏れなく小鳥もついてくるそうですね、あの丸山プロと松本プロはちょっとランキングが似てる傾向があるかもしれないですね、はい、なるほどね、なんか丸山さんはなんかこう陰でちょっと泣いちゃいそうな印象ありますよね、うん、仕事うまくいかなかった時に、うん、なんかこう悔し泣きみたいな、なるわ、ひたむきな感じも含めてですよね、っていうのがね、あのやっぱコメント来てますね。癒し系に一人欲しいコメントがまずありまして、うん、雰囲気的にっていうのもコメントもある、うん、ただやっぱ可愛い、可愛いから素直そう可愛がりたいいっぱい来てますね、はいはい、で何でも教えてあげたい可愛さから発展しまして、ドリブンズのおっさんたちの気持ちになってみたい部下として教えてるっていう、その丸山プロを教える気持ちになりたい、願望ですね、願望がありますね、はい、っていうのを踏まえてこのマスコット的な感じでいてほしいっていうコメントもあるんですけども、そういうことなんだと思います。なるほど。ただそれとは別に一生懸命っていうのがありますよね、勉強熱心ですと、勉強熱心だから教えた分仕事ができそう、会議でも業務でもしっかりこなしながら、うん、なおかつ表情豊かで会社の雰囲気を丸くしてくれそう、なるほど、ね、はい、一生懸命頑張ってくれそうっていう、うん、そのドリブンズで その吸収力の高さ、一生懸命さを買ってる方も多いです、うん、はい、まあ、でも優秀だと思いますよ、うんうん、彼女本当に、ただなんかこの部下にしたいMリーガーはって選ばれたその気持ちってどうなのかなみたいな、なるほどなるほど、うん、それはちょっと聞いてみたいですね。部下にしたいってこうなんていうんですか、社内で例えば人気になって嬉しいですかね、うん、まあでもうちの部署に欲しい、うちの部署に欲しいって言われる意味ではなんか悪い気がしないんじゃないですか、そういうことか、うん、はい、だからインピックパーズのコメント、アンケートに寄せられたコメントを見て気づいたんですけども、うん、高宮プロと松本プロのいいところを取ったんだろうなって気がしますよね両方を取った結果、うん、マネオンプロが1位になりまして、うんうん、投票率も 33.3% と、ね、あ、高いですね、もううちの部署に欲しいって感じなんでしょうね、うん、っていうことですよね、うん、ただまあご本人がその、うん、まあ、嬉しいのかどうかっていうのはやっぱ確認しないといけませんから、ね、うん、これはもうおめでとうの意味を含めて電話するしかないなという感じでございます、うん、はい、ということで星野さんお願いいたします。よろしくお願いします、はい、はい、あ、もしもし、丸山かなぐっころでしょうか。丸山です、ご無沙汰してます、金田麻雀の保証です、お世話になってます、お世話になってます、
お疲れ様です。丸山プロ、イーピンくんです。お世話になっております。イーピンくんさん、お世話になってます、はい、ありがとうございます。さかなくんさんのような形でそれいります。部下にしたい M リーガーはというアンケートで丸山かな子プロが見事1位に輝きました、はい、おめでとうございますありがとうございます。おめでとうございます。これはもうあの皆さんあのアンケートでですね、丸山かな子プロを、部下にしたい、部下にするなら丸山かな子プロだということで1位になったんですけれどもこちらサイドとしては非常に名誉なことだと捉えてるんですが、はい、丸山かな子プロ的にはいかがでしょうか。部下にしたいっていうよりなんかしやすいみたいな感じでなんか言うんじゃないかなって。いや、そんなことないです。何事も一生懸命やってくれそうとか、ドリブンズでのお姿を見て吸収力が高いから仕事ができそうとか、そういう意見もありますから。そんな素晴らしい風に映ってるんですね。ありがとうございます。そういう一面もあるってことですね、うん、はい、うちの部署にいたらこう雰囲気が良くなるみたいな。嬉しいです ね、うん、ね、あ、そう言ってもらえるとすごくなんか嬉しいです、うん、はい、うん、よかった、和むみたいなね。そうです、はい、多分いろんな部署から引っ張りだこですよ、うん、そうですか、うん、いや、そういうことよこのアンケート結果は、うん、ありがとうございます。ちなみにね、2位はね松本プロだった。おお、うん、で3位が高宮真理プロ。おお、まあそうですよ ね、 そうだよね。まだやったっていう感情にならない気持ちはよくわかります、はい、まあ、丸山さんもまだそんなにそのマージャン遊戯王に馴染んでないですよね、はい、急に電話してお前部下にしたいって言われてよくわかんないですもんねすいませんすいません、なんか、はい、そう、面白いことも特に言えないので、うん、なんか普通のリアクションしかできないんですけど、ね、その丸山プロの、うん、その空気と雰囲気がいいっていうことを皆さん言われてるわけですから、うんうん、あ、はい、こんなんでよければ勝利のコメントをお願いしてもいいですか。勝利のコメント、はい、はい、いや、あの、皆さんの部下にしたいと思っていただけるのはすごく光栄なことなので、あの、早く昇進させたいって思ってもらえるような部下になれるようにこれからも頑張っていきたいと思います。ありがとうございます、はい、向上心の高い部下ですよ。いいですね。え、でもほら、普通に会社員だったわけじゃない。はい、あれ、どんな部下だった。部下でしょ。部下という、部下いや、どんな部下、いや、こんな部下ですね。会社員の会社だったんで、あ、でも結構、うん、あの、うん、私は抜けてることが多いんですよ、うん、ああ忘れてたとか、うん、ああそうだったみたいな、うん、こうちょっと抜けてることが多いので、うん、よく、うん、まあ、上司とかには、うん、あの、しっかりしてって言われることもあの、覚えました。覚えましいじゃないですか。でも、あれですよね、あの、上司の方にお弁当か何か食べられたことはずっと覚えてましたよね。それはまた別の上司なんですけどそうですね、あの、はい、お肉食べられて、はい、いじりやすかったりとか、多分なんかこう、うん、あんまり怒んないだろうみたいな、ああ、うん、多分思われてた節が多分あって、はい、だからお肉も多分食べられたんでしょうね。わあ、ここだけ声が低い。怒ってました私は。それガチ切れしたんだ。あ、でも本人にガチ切れはしてないんですけど、うん、てか最初誰が犯人だったか分かんなかったんで、ちょっと周りに聞こえるように、うん、お肉食べたかったのにありえないっていうのは言いました。怒ってるアピールはしました。なるほど。ちょっとやっぱこのエピソードも深く聞きたいですし、ぜひちょっと落ち着いたら一回麻雀遊戯王 のスタジオの方にゲストで来ていただけるようよろしくお願いいたします。はい、ぜひ、あの、落ち着いたら、はい、呼んでいただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます、はい、お願いします、はい、ぜひお願いします。よろしくお願いします。すいません、はい、本日はお忙しい中ありがとうございました。いえいえ、こちらこそどうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、失礼いたします。失礼します。素晴らしいですね。素晴らしい後輩力でしたね。後輩力が素晴らしかったです。この雰囲気も素晴らしかったですね。多分きっとそのお肉が捉えた時も怒ってるんだけど、はい、みんななんか
微笑ましいなみたいな、ね、みんなにこやかにその怒ってるね、マレーフロー眺めてたんでしょうね。うやっぱちょっとその自分でもちょっと抜けてる部分があるみたいな、そういう方がなんかちょっと支えたくなるみたいな、そこをすごいくすぐられるのが上手なんでしょうね。ただ一点、丸山プロを部下にした方はお肉は食べないよ、うんうん、そこだけ気をつけていただければ、うん、本当に怒ってたぞってそうですね、はい、ずっと覚えてられちゃうので、うん、はい、そこだけは気をつけていただきたいということですが、うん、そうですね、はい、素晴らしいコメントでした、ありがとうございました、うん、はい、本当なんかこの、ね、環境というか状況落ち着いたらゲスト来てほしいですよね。ゲストに来ていただきたいですね、はい、さあということでですね、これで全てのアンケートの結果が出揃いまして、なかなか面白かったですね。そうですね、はい、うんうん、まあ、定期的にまたくだらないことをメインに思いついたら引き続きアンケートを取っていきましょう。そうですね、やっぱりなんか後半の方があれでしたね、麻雀遊戯王らしい、らしい、まあ、らしいというからしかったですよね。そうですね、はいはい、視聴者の方々も、まあ、お付き合いいただいてね、アンケートしてくれるわけなので、いろんなアンケートを作っては、ランキングにしていろんな人にですね、はい、印象を見てもらいたいなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、はい、まあ、アンケートに関してはまた思いつき次第行いたいと思います。はい、はい、ということで今日はここまで。またねー。